雨水橋は、新潟県新潟市の信濃川に架かる国道460号の道路橋梁。右岸側の秋葉区小な芝と左岸側の南区雨水との間を結ぶ。2015年10月12日、三代目となる新橋梁が竣工、開通した。管理は、新潟市が、政令指定都市に移行した2007年4月1日以前は、新潟県が、以降は、 新潟市が行っている。東京寮の下流側には、新潟県道46号、新潟中央環状線の大里橋が、上流側には、新潟県道41号白根安田線の小須戸橋が架橋されている。初代橋梁は1927年1月に目標として竣工し、後に県道に指定された。百六十四年六月十六日の新潟地震では、 当時の白根市域の品野川に架橋された4カ所の道路橋梁のうち、目標としては唯一落橋を免れた。だが、当時、すでに老朽化は著しく進行しており、その後起こったモータリゼーションによる自動車通行量の増加にいよいよ耐えきれなくなった。薄い橋を経由する新潟交通の路線バスは、橋梁の両端部で運転を打ち切り、 乗客に橋梁部の徒歩連絡を強いるほどであった。二代目の橋梁は1971年8月30日に、竣工した。橋町383.6メートル、福音8.8メートル、片側1車線で、両側部に幅1メートルの歩道を備えていた。また、この橋梁の左岸には、薄い橋左岸橋がかかっており、長さは84.3メートル、 幅は8.5メートルである。しかし二代目橋梁の右岸側の取付部は、堤防から河川敷へ一旦降りた上で橋梁部に、至る、潜り橋となっており、また、橋梁の西詰側は、雨水の集落を経由する境愛区間を通っていた。1990年代には、品野川の堤防改修に合わせて、右岸側の取付部を、クランク上とした。1993年4月1日、 主要地方道2一白根線が国道465へ指定変更されてからバイパス道路、薄いバイパスの整備が進められた。バイパス区間に含まれていた薄い橋掛け替えは最後まで残されたが2015年10月12日に竣工開通し、薄いバイパスは全線完成の運びとなった。開通に伴い2代目橋梁は役目を終え、通行止めとなった。 ありがとうございます。